皆さんこんばんは、こんにちは。今日は一人で車中泊に挑戦したいと思います。でも一人だとちょっと怖いので、今日は車庫の中で一人で寝てみたいと思います。この車で一人で寝るのは初めてです。では早速ベッドメイキングをしましょう。とりあえずベッド展開はしておきました。今日お昼も少しここで遊んでましたので、ベッドにはしてあります。シェードを上げましょう。こちら下から上に上げます。はい、じゃあ布団ですね。今日のシュラフはこちら、モーメルのシュラフを使います。こちらは羽毛布団なのでとってもあったかいです。軽くてあったかいです。こんな感じ。私はこのまま封筒に入るのが嫌なので、これを広げます。こんな感じ。広げます。 iPad とテレビをこれでつないで、インバーターを入れて電源を入れる。このように iPad をテレビにつなぎました。これで動画を見ようと思います。一人で寝るのは初めてなんで楽しみです。そして朝ごはんをここで作って、コーヒーも入れて一人でまったり過ごしたいです。お、ここを閉めないとね。よいしょ。はい、鍵も閉めましょう。じゃあ YouTube を見ながらまったりしたいと思います。今日は一人でくつろぐはずが一人やってまいりました。君君今日私はここで一人で寝るんです。あっちへ行ってください。あっちへ行ってください。勉強してきてください。お嬢さん、お嬢さん、勉強してきてください。はい、おはようございます。はい、昨日はこちらで一人で寝ようと思いましたが、寝ていたら夜中にガタガタガタと音がしたんですよ。そして飛び起きて誰かが来たと思います。私は主人か娘かどちらかが脅かしに来たんだと思うんですけど、二人とも来てないって言うんですよね。何だったんでしょうか。それでもう怖くて家に戻りました。なのでここでは一人ではまだ寝てません。もうなんか怖くなっちゃいました。今度は犬がいればワンワンワンと吠えてくれますので、次回は犬を連れて寝たいと思います。そして車庫は微妙に傾斜があるんですよね。なので頭の方を高くはしたんですけど、やっぱり斜めが気になってうまく寝れませんでした。なのでレベラーっていうのをポチりましたので、こう斜めになった車庫の中でもちゃんと水平になるかどうか、そちらも検証してみたいと思います。じゃあ片付けの様子をご覧ください。まずは布団を畳みましょう。これが長いので、これ半分ぐらいの長さだったらこのベッド展開するのにやりやすいかなと思います。そしてこれも片付けて、
これはね、ここが結構ここですね。ここがちょっとやりにくい。やりにくいんで、これをちょっとこうして、こうですよ。ここを片付ける。まだね、収納いっぱい空いてます。こんなにいっぱい空いてますよ。こちらも少しだけ空いてますけど、全然余裕です。いっぱい収納空いてます。これ2枚重ねるんですけど、これをね、こうまっすぐじゃなくて少し斜めにしてるんですよ。そうするとこう座りやすいんですよね。まっすぐにするとこんな感じですね。これぐらいの幅ですけど、私はあえて少しこう斜めにするとこんな感じです。映ってますか？こう座りやすいと思います。このままではちょっとシートが汚れるのでカバーをかけましょう。こんな感じです。はい、そして私は花柄が好きです。クッションを置いて、こんな感じです。そしてテーブルですけど、これね、水を入れるときはテーブルがあるとこの水の出し入れがやりにくいんですよね。これ水。こちらが排水で、こちらが清水タンクです。で、今日はちょっとしたお出かけなので水は入れませんが、水を出し入れするときはテーブルを外してからの方がいいと思います。ここに花柄、これもなかなかできなかったんですけど、もう慣れましたのでコツをつかんでバッチリ1回ではまりました。パチ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 、こんな感じでテーブルも設置できました。いかがでしょうか。こんな感じで元の形に戻りました。はい、福井県庁です。やっぱり逃げない。入ったよ。覚えてないの？ここはね、お城があったんですよ。まあ県庁です。道の駅のスタンプいっぱい押したよな。ここやな、せーの。これにもさっき慣れました。射的もあるよ、兄ちゃん。5発100円って。やりたい？いいよ、やっても。最初は空手になるかもしれないけど、こうやって。手を伸ばすんですか？うん、手を伸ばした方が、はい、あの、まあ、こことここを合わせて穴を変えるんですよ。はい。そうそうそう。手を伸ばして。おお、すごい。入らない。欲が出ると当たらない。ちょっと上狙って。
あ、惜しい。あ、もうちょい上かな。あ、終わりだ。終わりか。でも一回当たった。いいですか。すごくない？嬉しい。ありがとうございます。すごくない？すごい。横向いてください。お大使券貸してくれないって。はい。